フラッシュ136スーパーウェルター級70キロの階級です。藤村大輔左側、そして右側に森田直樹、身長差は7センチです。石川さん、この森田はもうフルコンタクト空手です。素晴らしい実績ありますからね、はい、そうですね、前回デビュー2戦目でもですね、蹴りまくって蹴りまくってして、パンチでもダウンを奪ってっていう KO 勝利だったですからね、はい、空手とこの A1 スポーツジムってね、ムエタイの技術が融合して、このスタイルがね、もう1戦ごとに進化していくから、今日も非常に楽しみですね。はい、はい、大和選手どうですか、こういう空手出身でムエタイやってる選手っていうのは見たことこれまでありますか？ありますよ。どうですか、なんか違いっていうのは、その選手っていうのはやっぱり、いや、空手出身の選手はその空手の特色を生かした選手をすごく見かけるので、はい、そこの空手とムエタイの融合っていうのはちょっと楽しみだなと、うん、体強そうですね、森田選手、うん、頑丈そう、体が。そこに対して藤村、この頑丈さでは負けるわけにはいかないというのが藤村です。片山さん、これはまあ今日試合が行われる中で一番大きい70キロの階級です。はい、今こう見ても体大きいですよね。そうですね、やっぱり背中がやっぱりこうちょっと大きくてかっこいいなって思いますね。この一撃で終わってしまうというこの階級になってきます。何が飛び出してくるかですね。森田選手に対して逆にこのね、プレッシャーをかけてますね、藤村選手。はい、こう前に詰めてくるのは、ね、こう空手家のイメージありますけど、そうなんです、それに対して、はい、のし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 前進してプレッシャーがすごいですね、うん、で藤村選手は、ね、見て分かる通り、この、ね、一発でもう試合を持っていけるパワーファイターですからね。はい、はい、フェイントを出しながら藤村です、詰めていく。おっと、これは蹴りがローブロー当たってしまいました。今日はちょっと多い日になっています。多いですね、たまたまなんですけど、ちょっと本当に偶然なんですけれども、今日は多い日になっています。蹴りがぶつかり合うという状況の中でローブローとなってしまいました。そこの、藤村選手の、ね、はい、プレッシャーが強いから、このいつもみたいに森田選手が蹴れないっていう、それが藤村選手のプレッシャーの強さですよね。はい、森田選手は、ね、どんどん蹴りがもう投げるようにどんどん蹴るのが森田選手のファイトスタイルなので、はい、それができるようになったら、この試合は動いて森田選手ペースに動いてくると思うんですけど、はい、今それをさせないのが藤村選手ですね。はい、片山さん、この大きい選手の戦い、どんな試合期待したいですか？いや、そろそろ KO が見てみたいななんて思ってます。そうですね、さあどうだ、バタッと、ね、こう倒れるようなシーンが出てくるでしょうか。ジャブで詰めてハーフキック、何度も打っています藤村です。膝から下、このふくらはぎの横の側部分を打っていく、そういった蹴りです。自由に蹴れる距離を作りたい森田選手と、思い切り、ね、殴る距離に入りたい藤村選手という、今のところの展開ですね。そこに、はい、近づきながら、このカーフがこのポイントになりそうですね、藤村選手。どうか K1 の試合見ているとこうミドルキックを結構腕で受ける選手が多いので、なんとなくガードも下がってくると思うので、そういった時にこう空手仕込みのこうなんていうか、ハイキック、はいはい、当たるタイミングあるんじゃないかなとは思いますね。手がどうしても下がってきちゃうんですよね。はいはい、そうなると上が出てくるんでハイキックが大事なので。はい、あれ、山本選手、ムエタイはあれ足でミドルをカットするんでしたっけ？はい、そう、足でカットしますね、基本的には。さらに、ね、ケンムールだと展開が本当に早いんで、白回し蹴り、はい、なかなか足でカットする選手はいないはいないですよね。そうですね、手で受けてその後パンチにつなげるっていうのがね、K1 のルールですからね。そうですね、そのリズムですよね。はい、もうムエタイの時なんてもう体重にバチバチ蹴られて、僕も手を持ちましたからもう競技のね、ジャッジの基準が違いますからね。そうですね、腕を潰しに行く蹴りですもんね。赤キック、結構カーブは入ってますね、藤村の。そうですね、ちょっとこれ藤村のガードが下がりました。ボディ嫌がってるでしょうか、左フック。森田の右が当たったところ、ちょっと効いたか。ちょっと効いてますね、足揺れたように見えましたよね今。やはりこの森田、一撃があります。この一撃、森田も藤村も持っている、その中で
果たしてどちらがこの第2ラウンドダーンあるいは KO というところを生んでいくかです。どうですか片山さん、ここまで格闘技立ち技見ていてちょっと分かんないなみたいなところあったらお二人にぜひ聞いてみていただいても。あ、ちなみに気になってたんですけど、さっき小さいお子さんが頑張れって可愛い声でね言ってたんですけど、そういうのって試合中で聞こえるものなんですか？僕は聞こえましたね。あ、聞こえるんですね。いや、逆に僕はあの元気で子供からでも指導してたんですけど、うん、石川先生が頑張れるのはすごく大きくて大きくて、で逆にそれがちょっと集中を途切れてしまうからもうちょっとボリューム下げてくれってお願いしたことがありましたね。そういうこともあるんですね。そうですね。さあ第2ラウンドです。70キロ級スーパーウェルター級の戦いです。奥足ローキックは森田。あーっと、どうだ、これダウンだ。まずダウンを取ったのは森田。攻撃的な動きでしたね。もうスローモーションのように取りましたね。いや本当に蹴り、森田選手の蹴り対藤村選手のパンチという展開だなって言おうとしたら、うん、まさにでしたね。さあこれダメージがどうか気になるところです。ちょっと嫌がるか藤村。森田しっかりガード後ろ回しで引いたボディを捉えた後ろ回し蹴り。三振を切ったのは森田直樹。立てるか藤村。このラウンド2回目のダウンです。これはなかなか厳しいですね。心を折りましたね。いや見事な後ろ回し蹴り。片山さんいかがでしたか？いやすごいですね。痛そうですね。なんかでもやっぱり KO ってこういうものなんだなっていう、なんかこう怖さと強さとなんかこう心から来る何かが湧き上がってきますね。今の後ろ回し蹴り斬新を切りました森田。そうですね、藤村選手顔面ね前蹴りのダメージがちょっと残ってたから意識が上に残ってたはずなんで、はい、そこにねある種死角となっていったこのレバーですよね。見事にレバーに刺さりましたね。蹴り分け、技の使い分けが巧みで素晴らしかったですね。これまともにねレバーもらっちゃうと我慢云々のレベルじゃないんですよ。そうなんですね。もう多分立てないんですよ。今これ藤村も支えられながらなんとか下がっていくという状況です。いや森田直樹これからの期待感というところも素晴らしいですけど、そうですね、これ3戦目ですからね。あ、この前蹴りだ。膝が当たったんですかね。なんだろうこれ、もう一回見たいですね。今度はそしてこれはダウンの時ですね。あ、これは前蹴りですね。前蹴りだ。さあ森田の声を聞きましょう。あ、こんばんは、英和スポーツジムの森田直樹です。まずはじめに、今日対戦してくださった藤村選手ありがとうございました。また、セコンドに聞いてくださった中川会長と健さんありがとうございました。なんですかね、今日ちょっと、自分事なんですけど、自分がいつもお世話になっている、方の誕生日なのでちょっとお祝いの言葉を言わせてください。中村さん誕生日おめでとうございます。勝てて言えてよかったです。さあ最後になりましたが、今日応援に来てくださった方々ありがとうございました。また、次も頑張るんで応援よろしくお願いいたします。オフ。空手家ですねこれがね。そうですね、礼儀正しいですね。でも爽やかです ね、 ね、人間性というのも溢れていました。オスで締めた森田直樹 KO 勝利、見事です。